回シリーズはフォードが1948年から製造・販売するフルサイズピックアップトラック型の自動車。サイズが大きくなるに従って回に続く数字が大きくなる。1999年に回 -250 以上のモデルがスーパーデューティーとして独立したため、それ以降 F シリーズとは主に回 -150 を指す。メキシコでは フォードロボの名前で発売されている。1999年以降の回 -250、回 -350、回 -450、回 -550 については、フォードスーパーデューティーを参照。2010年5月に1948年の制裁開始以来累計生産台数は3390万台に到達し、年間販売台数世界一位になることもあり。 全自動車部門で28年間、トラック部門で31年間、販売台数全米1位を誇る。2007年の年間売り上げは76万台に達しており、まさにアメリカを代表する車であり、ピックアップトラックの代名詞的な車である。アメリカ中西部やアメリカ南部、特にテキサス州で非常に人気が高い。GM のシボレーシルバラードなど、ライバル各社が 対抗車を投入する中、年間販売台数1位を維持するフォードの画像とも言える車両であり、近年経営に苦しむフォードの唯一の屋台骨とも言える。一部の車両はタイヤが大きいため日本では、順中型自動車に分類される。そのため2017年以降に普通免許を取得した場合、運転できない。回マイナス1、回マイナス2、回マイナス3、回マイナス4。 回マイナス5、回マイナス6、回マイナス7、回マイナス8という8種類のタイプがあった。1953年回100ダイアグラム名称が、回マイナス100、回マイナス110、回マイナス250、回マイナス260、回マイナス350、回マイナス360、回マイナス500、回マイナス900に変更された。このは、根強いファンが多数おり、 古いアメリカ車などのイベントではしばしば見かけることがある。回 -100、回 -250、回 -350、回 -500 の4種類。従来からのフレアサイドに加え、スタイルサイドが追加された。4ドアのアクセスキャブ仕様が登場。回 -110 などの名称が復活。種類が増加。1975年モデルで、現在の主力モデル。 ス -150 が登場する。1976年モデル以降、イシリーズは全米売り上げ1位のトラックになり、以来現在まで1位を保持。直線的なスタイルになり、このスタイルは8代目や9代目にも受け継がれる。ディーゼルエンジン搭載車が登場。グレードは、回 -100、回 -150、回 -250、回 -350。 回マイナス600、回マイナス700、回マイナス800。1982年にグレード名のレンジャーは廃止され、フォードクーリエに代わる小型トラックの車名として使用される。トラックで初めて後輪 ABS が標準装備される。7台目の基本車足、ドアパネルを踏襲した実質的なマイナーチェンジモデルである。フロントグリルが丸みを帯びる。 フレアサイド仕様が復活。直列6気筒エンジン搭載車はこのモデルが最後になった。右ハンドルだったオーストラリア仕様の回 -250 をベースに高規格救急車に改造されたものが日本にも少数輸入されたことがある。7代目及び8代目の基本シャーシ、ドアパネルを踏襲した実質的なマイナーチェンジモデルである。基本シャーシや ボディパネルまで大幅に刷新された。大きく丸みを帯びたボディが特徴。当時はこの斬新なデザインが話題を呼んだ。1999年モデルで、回 -250、回 -350 がスーパーデューティーとして独立。以降は一般的なス -150 とは別設計になる。2001年モデルでフレアーサイド仕様に マイナス -150 発のクルーキャブ仕様が登場。オートバイメーカーのハーレーダビッドソンやテキサス州のキングランチ牧場とタイアップしたモデルなど多彩なモデルが登場し、11代目にも受け継がれている。その一方で衝突安全性が著しく低いことが実証されている。2001年、スポーツカー顔負けの動力性能を持つハイパーピックアップの人気を受け、 高い -150 をベースにしたスポーツモデル SVT ライトニングを発表した。V8 インタークーラースーパーチャージャーエンジンを搭載し、当初は 360PS、最終的に 385PS を発揮した。動力性能は0から1 0 0アワーが13.6秒、04加速が同等の13.7秒。 最高速度が時速 234km と CD 値の高いピックアップトラックとしては高水準である。スキットパッドでの最大旋回重力は0.88とチューニングされた足回り、駆動系が働き、コーナリングでも高い性能を誇る。この SVT ライトニングは日本におけるニスモのようなメーカー純正のチューニングカーであったので、ディーラーでも購入ができ、 オプションをつけても4万ドル以下という価格も幸いし、ヒットした。日本へ、近鉄モータースにより正規輸入されていた。再び直線的でがっしりとしたボディになり、車体の剛性も高まった。フロントグリルはグレードごとに異なり、様々な種類がある。先代では4ドアのクルーキャブはすべてフレアーサイドで、あったので、フレアーサイド仕様の割合が高かったが、この現行型では、 クルーキャブにもスタイルサイド仕様が導入されたので、スタイルサイド型に人気が集中している。2004年の北米カーオブザイヤートラック部門など、数々の賞を受賞。2005年の年間売上台数が93万9000台となり、トラックの年間売上台数の歴代記録を更新。2006年で、右ハンドルの生産を中止。2008年1月に、 北米国際オートショーで発表された。2009年モデルとして2008年10月から発売されている。アメリカの景気が減速していたため、発売が予定よりも2ヶ月繰り下げられた。基本シャーシ、ドアパネルは11台目をほとんどを踏襲しており、実質的にはビッグマイナーチェンジだが、より大型のフロントグリルなどで、さらに迫力が増したスタイルとなっている。 V 型6気筒エンジン車とマニュアルトランスミッション車が廃止され、代わりにディーゼル車が F-150 にも導入される。リンカーンマーク LT の後継となる高級グレードも登場した。先代に引き続き2009年の北米カー・オブ・ザ・イヤーのトラック部門を受賞している。SVT ラプターやハーレー・ダビッドソン仕様の追加などバリエーションを増やしている。 2015年モデルとして2014年に発売。ボディ外販も一新したフルモデルチェンジ。フレームはこれまで同りスチール製、ラダーフレームが用いられたが、ボディとベッドにアルミを採用した。2021年モデルとして2020年6月にフルモデルチェンジ。イメージは先代を踏襲している。グリルには自動開閉シャッターを採用、アクティブエアダムを採用するとともに、 キャブからテールゲートまでの形状を見直すことで、空力面も大幅に向上している。パワートレインは5.0リットル V8、3.5リットル V、6ターボ、3.3リットル V6、2.7リットル V、6ターボ、3.0リットル V6 ディーゼルターボ、3.5リットル V、6モーターのハイブリッドをラインナップ。ユザタディ2008年2月20日。 クラッシュテストフォード F150YouTube ハットクラッシュテスティングミニクーパー VS フォード F150 ありがとうございます。